レベッカ・サンダースは、イギリス出身の現代音楽の作曲家、ロンドン生まれ。最終的には、ナイジェル・オズボーンに支持して、エジンバラ大学で博士号を得たが、ダットの奨学金を得て1991年から1994年まで、ボルフガングリームに支持したことが、決定的な影響を与えている。現在は、カーゲル国際作曲コンクールやインプルス他の、 国際審査員の常連であり、ダルムシュタット夏季現代を音楽講習会でも講師に選ばれて作品発表を行っている。近年は、ハダースフィールド国際現代音楽祭や BBC、プロムスにも活躍の場を広げている。サンダースのピアノ独創作品は、第59回、武蔵に国際ピアノコンクールの課題曲に選ばれた。2019年、 ジーメンス音楽賞を女性作曲家として初受賞。NHKFM でも放送されたことがある、バイオリンとトロンボーンとアンサンブルと11のオリゴールのためのシネバーでは、電子オルガンとピアノのトーンクラスターを含む騒音の渦から、二人のソリストが全く戦律的ではなく、聞きづらいから口の音色で攻め、不意に沈黙で遮られるかと思うと、 曲はオルゴールが11台も同時に発音され、カタルシスを得られる。気楽奏者とサウンドオブジェのための、クロマでは63個ものオルゴールが使われている。これらの曲から、師匠のリームの影響は、十分すぎるほど明らかではあるが、特殊奏法に全力を注ぐ点はリームとは異なる。コントラバスとアンサンブルのための、フューリー2など、通常のハーモニーが得られずまた聞きづらい編成を、 特にこのダルムシュタットからの直径の前衛音楽であることは、全く放棄していない。このため、どの楽器も特殊奏法のオンパレードで楽譜を開くと、すぐインストラクションの洪水であり、ほとんど通常の奏法抜きで進むシーンも多い。テンポは一定のままにしてあることから、メトリック関係はさほど複雑にならないので演奏が、特に困難ということにもならないが、 F の存在するページか沈黙かのどちらかでしかないので、耳にはかなり痛く聞こえる。ユニゾーンをほとんど用いないため、全体的にはどのセクションでも細身の響きだがかなり硬い。2台のピアノのための、カラーやピアノのための、クリムゾーンはトーンクラスターの洪水である。2010年代のバイオリンとオーケストラのための、スティルカラーは全楽器の沈黙は影を潜め、 PPP に落ち着くシーンもあるが、ソロパートは FF を手放さない。戦術的な瞬間も弦楽史重奏のためのフレッチですら、ほとんどない。楽譜は定量置き不法の範囲内で逸脱なく、シビアに書かれるため、ヘルムート・ラフヘンマンの騒音の使用法に似るシーンがあるものの、全体としては東白パルスを含み、緩慢な時間で進むことが多い。 特殊奏法やダルムシュタット学罰を一切受け入れることのなかったイギリスを脱出してドイツ語圏で市民権を得た彼女の創作姿勢は同じくフランスを脱出したマーク・アンドレのように外国人によるラッフンマンのフォロワーと呼ばれることが多い。ただし彼女はラッフンマンと異なりワオ音やオクターブの以下は一切狙っておらずラッフンマンよりもアコーディオンの騒音を派手に好むため 常に音色感は厳しい。また、騒音のまま静止する瞬間をどの編成であろうと偏愛しており、インサイドアウトは全100分の生演奏のためのインスタレーションである。全作品はベータース社から出版されている。ディスクはカイロス、イオン、コルデニョ、ウェルゴなどイギリス以外のレーベルから発売されている。現在はベルリン在住でハノーファー音楽大学の教授である。 一数でいくつかの作品の楽譜が閲覧できる。ありがとうございます。